D グラフォート盛岡駅前タワーズは岩手県盛岡市にあるタワーマンションである盛岡市の玄関口であり北東北の交通の拠点でもある盛岡駅のほぼ隣にある岩手県内では2015年5月現在同市内のマリオスに次ぐ高さでありマンションとしては県内一の高さであるまた規模としても総個数284個は 県内最大の数である。完成から5年以上、岩手県内唯一のタワーマンションであったが、ここ数年、森岡市内で複数のタワーマンションの建設が始まり、県内唯一のタワーマンションではなくなった。しかし、未だに、これを超える高さのタワーマンションの建設計画は、出ていない。プレミスト、森岡駅前ゲートタワーと、D、グラフォート、 森岡駅前タワーズ3棟からなっているタワーマンションであり、これは東北地方唯一で全国的にも珍しい。また、市内の海運共同交差点付近から見ると3棟のタワーマンションが階段のように見えるように設計されたが、同じ台はハウス工業が建設しているタワーマンションプレミスと森岡駅前ゲートタワーに最高層のリバティ棟が隠れてしまったため、 現在は、海運共闘交差点からは見ることができない。また、現在は、道路を挟んで隣に、同じ台はハウス工業のタワーマンションである、プレミスと森岡駅前ゲートタワーが、完成済みである。ありがとうございます。